可愛すぎ注意複数ハート、桜井ひな子、初恋エピソードを諸告白。平野翔も思わず赤面。平野翔の胸キュンシーンから感動のメッセージまで。映画、ウィラブの公開前イベントが東京都内の学校で行われた。このイベントでは、主演を務めた平野翔共演者の桜井ひな子、そして監督の佐藤雄一が出席し、 約600人の中高生を前にして特別な初恋に関する課外授業を行った。映画のテーマが幼なじみの恋愛に焦点を当てたものであり、ド S 男子のリンを演じた平野翔と、ネガティブ思考ながらも純粋なヒロイン優を演じた桜井ひな子が登場すると、場内は歓声に包まれた。特に中高生の観客にとっては、彼らが自分の青春や恋愛に重ね合わせやすいストーリーであったこともあり、大変な盛り上がりを見せた。 イベントの冒頭、平野は、短い時間ですが、楽しい時間にしましょうと笑顔で呼びかけた。映画そのものも明るく、軽快な雰囲気が特徴であるが、この呼びかけはイベントのスタートにふさわしい軽やかな導入だった。しかし、この日、彼の言葉には別の重みも感じられた。それは、同じグループのメンバーである岩橋元気がパニック障害のため活動休止を発表していたためだ。平野はまず、 ファンとスタッフに対して深く謝罪の意を示し、続けて、彼は、絶対に戻ってくると言ってくれたので、僕たちは彼が戻ってきやすい環境を保ちたいと語った。この言葉には、彼がメンバーやファンとの絆を大切にし、岩橋の復帰を全力でサポートしようという強い意志が感じられた。メンバーの健康や未来を考える姿勢は、多くのファンに感動を与え、グループとしての結束力も一層深まった瞬間だったといえる。 また、今回のイベントは単なるプロモーション活動ではなく、特別な形でファンとの交流を深める機会でもあった。映画にちなんで行われた、初恋の日、課外授業では、平野、桜井、そして佐藤監督が特別講師となり、集まった学生たちに、初恋をテーマに様々な授業を提供した。例えば、体育の授業では、映画の主題歌、ハイオンラブルに合わせて平野がダンスを指導した。 普段からダンスのパフォーマンスに定評のある平野が、ファンである学生たちと一緒にダンスを踊る光景は非常に印象的だった。平野は、完璧です。もう皆さんがナンバーアンダーライン愛です、と学生たちのダンスを褒めたたえ、その瞬間、一体感が生まれた。さらに、英語の授業では平野が、2年間英会話を習っていた、と述べながらも、覚えている単語が、オクトパスだけというエピソードを披露し、 会場を笑いに包んだ。英語が苦手だと冗談めかしながらも、実は彼のウィットに富んだパフォーマンスが生徒たちを魅了したのだ。特に、大好きすぎて、好きって言えないという意味をウィスパーボイスで披露し、その後に投げキッスをするという場面は、多くのファンの心をわしづかみにしたと言えるだろう。そして、国語の授業では、平野が自身の初恋にまつわる俳句を詠んだ。桜井雛子もまた、 中学生時代の初恋を題材にした一句、大事件今日で2回目があったを披露し、その上踊りじしさに平野は、めちゃくちゃ可愛いと笑顔で感想を述べた。平野の句、目の中にハートができた4歳児は、4歳の頃の幼稚園の先生に恋をしたという微笑ましいエピソードに基づいており、会場全体が温かい雰囲気に包まれた。こうしたエピソードは、ファンと平野の距離をより近づけ、 彼の親しみやすさやユーモアを存分に引き出す場となった。ファンとのこうした直接的な交流の機会が、彼らにとってどれだけ大切かは言うまでもない。特に今回のイベントのように、映画のテーマである、初恋という普遍的でありながらも、個人的な体験を共有する場は、観客とキャストが感情的に深くつながる瞬間を提供した。また、岩橋元気の休養発表に対する平野のコメントは、ファンだけでなく、 メディアや一般の人々にも深い印象を残した。パニック障害という難しい病気に対して、彼が見せた理解と支援の姿勢は、多くの人にとって励みとなった。彼が語った、彼が戻ってきやすい環境を保ってあげたい、という言葉は、グループ全体の温かさと相互サポートの精神を象徴している。パフォーマンスの裏で支え合う姿勢が、ファンに対しても大きな安心感を与えたのだ。しかし、 このようなメッセージがどれだけファンに響いたとしても、パニック障害という病気が持つ難しさを完全に理解することは簡単ではない。ここで、私たちは一度立ち止まり、彼の休養に伴う問題や、彼自身がどのような状況に直面しているのかを考える必要がある。平野の言葉通り、彼は、絶対に戻ってくると宣言しているが、それは同時に、戻ってくるまでの道のりが決して平坦ではないことも示唆している。 パニック障害は、その症状が予測できないため、時折突然の休養や活動制限が必要になることが多い。彼が一度舞台に戻ってきたとしても、再び同じ状況に直面する可能性も否定できない。このような現実を踏まえると、ファンとしてできることは何かを考えるのも一つの重要な課題だ。岩橋が自身のペースで回復できるように、私たちは彼を焦らせることなく、 彼の健康を最優先に考える必要がある。平野が述べたように、応援することが彼にとっての最大の支えとなるだろう。そして、グループ全体としても、今後どのようにして活動を続けていくのかが問われる瞬間でもある。彼が戻ってくるまでの間、残りのメンバーがどのようにしてグループのバランスを保ち、さらに成長していくのか、その過程も注目すべきポイントだ。こうしたイベントは、 表面的には楽しさや笑いが溢れるものだが、背後には深いメッセージや、グループとしての未来への視点が込められている。映画、ウィラブが描く、初恋というテーマは、青春の甘酸っぱさや未熟さを感じさせるが、それと同時に成長や学びも含まれている。今回のイベントを通じて、ファンはその成長の一端を垣間見たように感じたはずだ。また、映画のプロモーション活動としては、 こうした特別な課外授業形式のイベントは非常にユニークであり、ファンとの距離を縮めるだけでなく、キャスト自身も楽しむことができるという点で成功を収めたと言える。ハロウィンという季節に合わせたイベント形式も、映画の明るいトーンとマッチしており、全体として非常に一体感のあるイベントだった。ファンにとって、こうしたイベントは一瞬の出来事かもしれないが、その記憶は長く心に残るものとなるだろう。特に、 平野翔が見せた優しさや、彼自身の初恋にまつわるエピソードは、彼の人間味や親しみやすさを際立たせ、より一層彼に対する親近感を抱かせた。また、平野翔がイベント中に見せた初恋にまつわるエピソードは、彼のパーソナリティを垣間見ることができる場面であり、ファンにとっては非常に印象深いものとなった。彼が4歳の頃の初恋を幼稚園の先生に抱いたという話は、笑いを誘いつつも、 幼少期から感じていた、愛という感情について考えさせられる瞬間だった。彼の述べた、愛の無知のエピソードは、幼いながらに彼が人との絆や愛情の形を感じ取っていたことを示しており、その後の彼の成長や価値観にも影響を与えているのかもしれない。こうしたエピソードは、ただの俳優としての姿だけでなく、人としての彼の魅力を引き出すものであり、ファンにとっても感情移入しやすい要素となっている。そして、 この初恋というテーマ自体が普遍的であり、多くの人々に共感を呼ぶ要素を持っていることも、イベントの成功に一役買っている。初恋は、多くの人々にとって人生の一つの大きな出来事であり、甘酸っぱい思い出や、時には未熟さゆえの苦い経験として心に刻まれている。映画、WeLove は、そんな初恋の複雑な感情や青春時代の葛藤を描く作品であり、 観客はその中で自分自身の経験や感情と重ね合わせることができる。特に、中高生という多感な時期にいる観客にとって、この映画やイベントは、自分たちの恋愛や人間関係に対する理解を深めるきっかけとなったかもしれない。一方で、このようなイベントの背後には、映画業界全体における新しい形のプロモーションの可能性も見えてくる。従来のプロモーションイベントは、 単に出演者が登場して映画の魅力を語るという形式が一般的だったが、今回のように参加者との直接的な交流を通じて映画のテーマを体験させるという形式は、新しいファン層を獲得する上でも非常に効果的だ。特に若い世代に向けて、ただの観客としてではなく、イベントの一部として体験を共有させることで、映画そのものに対する愛着や思い入れが深まる。こうした体験型プロモーションは、 今後のエンターテインメント業界においても注目されるべき手法の一つであり、観客との絆を強化する新しい道を開いている。さらに、イベントを通じて見られたキャスト同士の掛け合いも、ファンにとっては重要な要素だ。平野と桜井のやり取りは、互いの初恋エピソードを披露し合う中で、自然な笑顔やリアクションが飛び交い、彼らの人間性や親しみやすさが一層際立った。特に、桜井が自身の初恋を、 大事件と表現し、その純粋で無邪気な思い出を共有した瞬間は、会場全体にほほ笑ましい雰囲気が広がった。このような共演者同士のリアルな交流は、ファンにとってはスクリーン上で見るキャラクターとはまた異なる一面を感じる貴重な機会であり、彼らをより身近に感じさせる要素でもあった。一方で、今回のイベントにおける、初恋やパニック障害などのテーマは、 それぞれぞが異ななる次元で非常に重要な意味を持つ初恋というテーマは個人的で感情的な体験を描くものであり観客一人一人の心に響くものだ。一方パニック障害に関する平野の発言は社会的な問題にも通じる部分がある。メディアやエンターテインメント業界において精神的な健康に対する理解が深まる一方で依然として多くの誤解や偏見が存在している。 このようなイベントでの発言を通じて、平野は単にファンやメンバーに対するサポートを表明するだけでなく、社会全体に対しても、精神的健康に対する理解を促す重要なメッセージを発信していると言える。